シーな和菓子どら焼きでお客様を喜ばせたい、お店のテイクアウトの目玉にして売り上げを上げたい、そんなあなたにどら焼きのあんを炊くとき小豆を柔らかくする方法を前回お伝えしました。レシピ通りに調理しない、そんなことでいいのかと最初はきっと思われたと思います。でも私たちがお伝えしたかったことは、小豆の材料そのものに向き合い、柔らかくなるまで火を通してください。とてもシンプルなことです。さて、どら焼きの中のあんが美味しく出来上がったら、今度はどら焼きの皮もしっとりふんわりさせたい。でもどうしても皮がパンケーキみたいになってしまう。どら焼きのようにしっとりしない、皮がパサついてしまうのはなぜ？パンケーキのレシピで作っても和菓子のどら焼きにはなりません。これだと和菓子の味にはならず、お客様に驚きの味をお届けするっていうどころか、かえってなんだこれ普通に YouTube でやってるようなホームメイドの味じゃんっていうことで、お客様が離れていってしまうことになってしまいます。でもそういうふうにパンケーキのレシピで作るにはどうしたらいいのかって考えてしまうのも仕方ありません。焼く前に適した生地の細かなチェックポイント、これが YouTube やレシピ本ではどこにも載っていないのです。このことを妙子先生にまたどら焼きの皮のポイント教わりましょう。 YouTube やレシピ本では準備する材料の計量は数字で記載されてますが、それぞれの材料の入手先、産出国、メーカー、銘柄などは指定されてませんよね。そのため小麦粉の細かさやグルテンの含有量、それから水分の保湿量も変わってきます。同じ重量で同じ出来上がりが期待できないことは、菓子作りのプロのあなたならばすぐにご理解いただけると思います。ではどんな仕上がりのチェックポイントをクリアできればいいのか。まず上から垂らした生地がボウルの中でリボン状になるのが見える段階では、少し生地が固くてもう少し水を入れて緩める必要があります。そこからさらに加水をして生地をすくって流した時に、上から垂らした生地がボウルの中で生地とすぐにこう馴染む状態、落としてすぐに生地がこうパッと馴染んでいく状態が理想なんです。これでしっかり温めた鍋の上に生地を垂らせば、しっとり柔らかなどら焼きの皮を焼くことができます。陽子先生ありがとうございます。焼く前の材料の調整の段階で理想の状態にする、生地がちゃんと混ぜ合わさってるかどうか、水分量がぴったり合ってるかどうか、これではあなたも分かりましたね。このチェックポイントを生かして、ぜひおいしいどら焼きの生地作って焼いてみてください。さあ、ここまでお客様においしいと言っていただけるどら焼き作りの大切なポイント2つ学んできました。もうこれでどら焼き作りのご商売始められますね。しかし、あんを炊いたりどら焼きの皮を焼いたりする和菓子作りの専用の道具がないと、やっぱりおいしいどら焼き作りは難しいんじゃないかな。そんなどら焼きをご商売にするための課題がまだあなたの頭の中によぎっていると思います。はい、確かに日本の和菓子店では専用の道具を使って職人さんがあんを炊き、どら焼きの皮を焼いています。でもいきなり道具を輸入しなくちゃならないっていうようでは、商売をスタートさせるハードルが高すぎる。これはなんとか超えられないのか。はい、大丈夫です。この課題も超えていただけます。明日の動画をぜひお楽しみに。